こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。新日で有名な台湾。その台湾の自主建造潜水艦の話があるのを知っているだろうか？もうすでに動いているプロジェクトとなっている。米国の協力を得て建造計画は進んでいる。豪州よりも完成するのは早いのかもしれないと感じたし、仕様などわかる分で紹介しよう。やはり外観は日本の、そう、流型潜水艦に似ていると言われている。それはそうだろうと考える。米国は現在、原子力潜水艦のみの建造で通常動力型潜水艦は建造していない。それに日本の総流型潜水艦にはリチウムイオン電池が搭載されている。台湾にリチウムイオン電池が搭載されるわけはないが、建造計画は火事も X 火事を採用している。これは原子力潜水艦でも同じだろう。今回の台湾潜水艦は AIP 非待機依存推進は採用されない仕様だ。それではなぜ自主建造潜水艦が必要なのか見ていこう。2020年1月11日に行われた台湾中華民国の総統選挙は、当初の予想を大きく覆して、民進党で現職の蔡英文総統が再選を果たすという結果となった。当初のという表現を用いた理由は、これに遡ること1年強前の2017年11月の統一地方選挙では、蔡英文総統の政権支持率は 20% 台まで下降していたからだ。この統一地方選の惨敗から一転、今回の選挙で、蔡英文総統が台湾政治史上最高得票数を得て逆転勝利を収めた背景には、やはり大陸の中華人民共和国への警戒心が大きいと言えよう。日本でも連日報道されている香港の市民デモに対する中国共産党の弾圧行為がこの結果を後押ししたものだと感じられるが、現政権は日本絡みで批判されていた時期もあった。一例を挙げると2017年の8月末に台湾の空軍が実施した式典において、かつての日本軍の軍歌を楽曲として持ち入る案があったが、これが事前に問題だと指摘され変更されたというものだ。こうした日本の軍歌をめぐっての騒動というのは、何も今回が初めてではなく、かつての李登輝総統の時代にも同じく軍の閲覧式で用いられたことが、マスコミの批判を受ける一幕があった。これらの事件を聞くと、なぜ今の時代に台湾が日本の軍歌を用いるのかと、その行為自体を懸念に感じる方も多いかもしれない。だが戦前、日清戦争後に清から割譲され、非凡の領土となっていた台湾には、それこそ多くの分野で日本の文化が影響を与えていた過去があり、文化もその一部だということができよう。しかも、李登輝前総統などは、旧日本陸軍に在籍した将校であるなど、日本の一部となっていた台湾においては、その過去に日本軍と非常に密接なつながりがあったと想像に難くない。今の日本からしてみれば、自国内でも風当たりの強いであろう文化に対し、むしろ台湾でそれが受け継がれてきていることを名誉に感じるとも言えるかもしれない。しかし台湾内でのマスコミの扱いも、どちらかといえば日本による植民地支配の歴史有史を
彷彿とさせる事象だとしての批判が多く、その意味において手放しでは喜べるものとは言えない。日本の文化、映画やドラマやアニメなどが台湾で高い人気を獲得していることもあり、こうしたサブカルチャーを中心にした親日国としての台湾が紹介されるケースは数多い。しかし、こと旧日本軍に関することとなると、そうした親日国としての側面よりも、やはり植民地支配されていたという歴史上からは、反発の声の方が多数だと言える状況だろう。くしくも、同時期の2017年8月、台湾では古文の教科書において、中国の古典を削減し、日本の漢学者中村雨渓の文章を掲載される可能性が報じられ、批判の声が上がった。この件は、大陸の中国からの反発はもちろん、台湾のメディアからも蔡英文総統の親日ぶりを批判するものとなり、深刻な政権支持率の低下を招いたと言えた。ことに、新中国路線で知られる馬英九前総統などは、Facebook 上でこの件を痛烈に批判し、台湾の世論もこれを受け入れているように感じられた。こうした一連の日本絡みの件への批判という形で、蔡英文総統らの政権は苦境に立たされ、冒頭に挙げたように、総統選の再選すら危ういと考えられていた。これが蓋を開けてみれば、台湾史上で最高数の得票数を得て、再選された背景には、香港デモへの圧政や、ウイグルでの強制収容所の報道など、共産中国の闇を目の当たりにしたことが大きいだろう。今でこそ、米中人冷戦など現割れ、アメリカは中国との対決姿勢を鮮明にしているが、少し前までは、中国を刺激することを恐れ、台湾の欲する武器の供与にも消極的だった。2019年の夏場以降に、ようやく F-16V 戦闘機や M1A2 エイブラムス戦車など、1000級の武器を台湾に売却することが決定されたことは記憶に新しいだろう。その間にも、中国軍の戦力の増強は続き、国産の航空母艦やこれを護衛する大型の新型055型駆逐艦を収益させるど、武力による台湾併合を予期させる事態となっている。こうした状況下、台湾は老朽化が深刻な4隻の保有潜水艦の代替をアメリカに希望していが、通常動力型潜水艦を自国で建造していないアメリカは、これに結局応えられなかった。仕方なく、台湾は自国での潜水艦建造に着手したのだが、中国という巨大な市場を恐れる日本を含む多くの国は、この計画にも救いの手を差し伸べていない。せめて、この通常動力型の潜水艦の分野であれば、長年のノウハウを持つ日本が、共通の仮想敵国たる中国と最前線で対峙する台湾に対し、技術供与するなどできないものかと思われる。すでに一国では中国の脅威に対抗することが厳しい東南アジアの国々が、協調することで太平洋への進出をうかがうほどの戦力となった中国海軍への牽制を行うことに期待したい。